はい、皆さんこんにちは、203です。今回からマドンナインを組み立てていくんですけども、まあ、僕にとってマドンナインは、まあ、ラスボス的なというか憧れ的な存在の一台です。まあ、最近だとディスクブレーキのモデルが結構多くなってきてるんで、エアロロードなんかですとベンジとか、それこそマドンのディスク、キャノンデールのシステム6なんかももうディスク専用ですね。サーベルの S5 のディスク、プロペルアドバンスと SL とかもあのディスク専用の、エアロロードがかなり出てきてまして、まあ、そちらは今の自分にとってはまだリムブレーキが現役なんで、まあ、リムブレーキを乗っていきたいんですけども、リムブレーキの中ではマドンナイン、あとまあ、ベンジバイアスあたりがまあエアロロードとしては最強なのかなと思ってます。で、S-WORKS のベンジバイアスの方はもう過去に乗ったことがあるんで、それですごく速いのも知ってるんで、まあ、それと双璧をなす、まあ、トレックのマドンナインがどれだけすごいかっていうのはすごく楽しみではあります。その前に組み立てっていうのがあるんですけども、マドンナインはですね、あの結構それこそベンジバイアスと同じように組み立ての難易度が高いことで有名ですね。どちらも独自のブレーキシステムを使ってます。そしてどちらもケーブルが完全内装ということで作りがかなり複雑になってます。その影響で組み立ての難易度がすごく上がっています。できるかなっていうちょっと不安もあります。結構独自企画が多いんで何回かに分けて公開していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。ハンドルの方にケーブルを内装していきます。今回ハンドル何にしようかなと思ったんですけども、スペシャのエアロハンドルにしました。 25mm ライズのものですね。これが、まあ、空力がいい。前ベンジバイアスに乗った時に使ってて、まあ、ベンジバイアスはここが穴開いてるんですけども、まあ、それと同じ形状のハンドルにしてます。でベンジバイアスに乗せた時このハンドルすごい良かったんで、今回もトレックにスペシャルのハンドルをつけるみたいな、ちょっと禁断の技みたいな感じでくっつけていきたいと思います。結構この形が好きなんですよね。横から見た時の形が結構かっこいいですね。あとは意外とここが僕は結構握りやすいで好きですね。でこちらはあの 400mm の、ライズ 25mm ですね。ブレーキケーブルとディアイズケーブルをここの穴から こちらですね、こちらに内装する形になってるんで、ブレーキケーブルとディアイズケーブルを内装していきたいと思います。ライナーですね、これにディアイズケーブルをくっつけて引っ張るのが多分一番簡単な方法かなと思います。ちょっと抜けないように多めに貼り付けます。こういう形でくっつけたんで、あとはそっとこちらを引っ張っていくのみです。本当はここ机に、なんかビニールとか敷いた方がいいんですけど、ちょっと撮影上綺麗に見せるためにあえて何も敷かずにやってるので、本当はこのハンドルで傷がつく可能性があるので皆さんは真似しないようにしてください。あ、ここまで来てますね。はい、今ここに出てきましたね。こういう形で中に戻んないようにこういう形でちょっとストッパーという形で貼っておきます。こういう形ですね。はい、もう一本じゃあこちら側もやっていきます。今学んだことから言うと、こちらのここが引っかかるんで、ここをもっとこうぴったりくっつける形に貼るのが楽かなと思いました。あと、もしかしたら多分、今、こちらからこっちに抜いたんですけど、こっちからこっちにやった方が楽かもしれないんで、ちょっと逆パターンやってみます。形で
けて、こっちですね、こっちを引っ張っていきます。見やすいように向きを変えますね。こっちをじゃあ動かして引っ張って抜いていきます。さあ今度は簡単にいくでしょうか。今回は簡単に出ました、教訓としては、内側から外側じゃなくて外側から内側に抜いていく方が簡単です。はい。でもう一つの教訓としてはここが引っかかるんでこういう形で、ここをくっつけてしまうっていうことですね。この2点が、スムーズにできるポイントかなと思います。はい。でハンドルバーにブレーキケーブルのアウターケーブルも通していくんですけども、マドンナインの取説を見るとブレーキケーブルのアウターケーブルの長さが52のフレームサイズだと 1085mm になってるので、ちょっと測ってまずそれで切ってみます。1085mm、ここで切ります。はい、まあまあうまく切れました。ちょっと後でヤスリでちょっと削ってみます。今回アウターケーブルは日線のものを使ってます。理由としてはハンドルとかフレームとか内装するのにちょっと曲がりがあるんで、そこがうまくこうスムーズに入るように柔らかめのものということで、こちら日線のブレーキアウターケーブルを選びました。ちなみにフロントの方なんですけども、52のフレームサイズですと 615mm になってますね。こっちも一応測って切ってみましょう。 615mm、 ここですね。こちらで、はい、切ってみました。ハンドルの方に内装していきます。はい、ちょっとケーブルを用意してみました。まずこちらにワイヤーケーブルを通して出てきましたね。そうするとこのこちらはもういらなくなるんで抜いて、でこちらに、アウターケーブルをかぶしていく形になります。このワイヤーを通すことによって内装していきます。うまくいくかどうかですね。やってみましょう。さっきの DI2 ケーブルは柔らかかったんで簡単ですが、今回のは結構硬いし、すでにもう DI2 ケーブルが通ってるんで穴が小さくなってます。もうここまで出てきてます。はい、出てきました。こちらですね。ちょっと硬いんですが、右の方終わりました。リアのブレーキを落としていきます。同じワイヤーを使います。まずこちらワイヤーを通して、ここから出てきますので、これ通したらこちらのライナーはもういらないんで引っ張りで、同じようにこち
ちらですね。でしょうか。今回はここまでです。この後の作業も楽しみにしていてください。チャンネル登録お願いします。それではまた。